女性だけでなく男性からも人気が高い佐藤健さんの一番輝いていた出演作を10から40代の男女5932名に聞いてみました。第10位、ビターブラッド最悪で最強の親子刑事。前話見た、面白かった。父親役の渡部篤郎さんとのやり取りが良かった。個性的な面々にたけるくんが振り回されるのが面白かった。2014年放送、コメディータッチで描かれた刑事ドラマ。このドラマで刑事役に初挑戦した佐藤さんと父親の刑事役である渡部篤郎さんとの掛け合いを見ているだけでも楽しいです。第9位、彼女は嘘を愛しすぎてる。この作品は原作も好きで読んでいたので、ハマり役だなと感じたから、ちょっとミステリアスな感じが好き。むっちゃ良かった、ハマり役。少女漫画が原作、天才サウンドクリエイター役の佐藤さんと天性の歌声を持つ女子高校生役の大原桜子さんとのラブストーリーに胸キュンです。第8位、ブラッディーマンデー。むちゃくちゃ合っていた。この時は特にいいですね。なんか衝撃的でした。週刊少年マガジンで連載されていた漫画が原作。シーズン1は2008年、シーズン2は2010年に放送されました。主人公の高校生天才ハッカーを演じるのは三浦春馬さん。佐藤さんはその親友を演じています。第7位、大河ドラマ龍馬伝。迫真の演技、岡田伊蔵のクールなイメージにぴったりでした。可能性を一番感じられた作品だから。暗殺者岡田伊蔵役を演じた佐藤さん、繊細さと狂気を合わせ持った難しい役を見事に演じたことで高い評価を得た作品です。第6位、ルーキーズ。一番記憶にあるから。この小顔にあのドレッドヘアがインパクト大。このドラマ以降オファーがかなり増えたと思うから。週刊少年ジャンプで連載されていた森田正則さんの野球漫画が原作。佐藤さんは役柄で髪型を変えることに抵抗がないそうですが、今作ではなんとドレッドヘアに。第5位、天皇の料理番。まさか丸刈りにするとは。でも丸刈りでもイケメンは輝いていた。吹き替えなしの料理素晴らしかった。役作りストイックさを感じた。前話とても面白く印象的なシーンが多いから。2015年放送、包丁を握ったことすらなかったのに調理シーンでは代役を立てず一から料理を習い、素晴らしい包丁さばきを披露。もちろん演技も素晴らしく第24回橋田賞を受賞。第4位、義母と娘のブルース。自分とは違うキャラクターの演じ分けがさすが。こういう役も合っているなと改めて思えた役だった。不器用な店長にキュンキュンしました。2018年放送、同時期に放送されていた朝ドラの役とは真逆のコミカルなダメ男演技で、演技の幅の広さに改めて驚かされます。第3位、連続テレビ小説半分青い。一番輝いていたと思うから。かっこいい役だった。歌がうまかった。一気に知名度上がったと思う。第3位は2018年放送の朝ドラ。幅広い年代のファンを増やした今作、ハマり役だったというコメントも数多く届きましたが、それもそのはず。今作の脚本家北川恵理子さんは佐藤さんをイメージして執筆をしたそう。第2位、仮面ライダー電王。普段のふにゃふにゃした主人公からイマジン憑依後の表現ぶり、イマジン切り替わりの演じ分けに目を奪われた。衝撃的なデビューでした。子供にとってもママにとってもヒーローだから。第2位はデビュー作、2007年放送の仮面ライダー電王。ひ弱な主人公野上良太郎が性格の異なる様々なイマジンに憑依されるという難しい役でした。佐藤健さんのデビュー作にして出世作、すごい。第1位、流浪に剣心。この映画で彼の身体能力の高さに驚かされた。漫画のキャラクターに忠実で役が合っていたと思うから。漫画のキャラクターそのまんま、
盾を演じ切ったところが素晴らしい。第1位に輝いたのは映画流浪に剣心。一般的に漫画の実写化は成功する作品は多いとは言えない中、繊細な演技に加え高い身体能力で迫力のある盾をこなすことで一般のお客さんだけでなく原作ファンからも高い評価を受けました。2020年夏には流浪に剣心最終章が2作連続で公開される予定。以上、佐藤健が一番輝いていた出演作ランキングでした。佐藤健さんが一番輝いていたと思うのはどの出演作ですか？コメント欄でぜひ教えてくださいね。高評価ボタン、チャンネル登録もお願いします。